皆さん明けましておめでとうございます。今年もねこのチャンネルをぜひよろしくお願いします。ということで昨年度2022年に iPhone ケースたくさんレビューしてきましたけれども、その中でも僕がおすすめをする年間ランキングトップ5を今回は紹介していきたいと思います。今回ご紹介する iPhone ケースはもちろん販売している個数もそうですし、メーカーさんの信頼度もそうですし、品質の高さもねありますけれども、それに加えて僕がねここがねやっぱりおすすめだよっていうね個人的な感想も入っていますので、全部をトータルしてランキングを作成しています。トップ5から紹介していますので、第1位が気になるよって方はね目次下についていますので、そこまでスキップしてもらえればと思います。第1位はあのケースでした。ではランキングいきましょう。2022年 iPhone ケース年間おすすめランキング第5位。第5位はウルトラスリム&ライトケースデューロです。もう知ってる方多分ねめちゃめちゃ多いと思うんですけども、とにかく薄くてとにかく軽い、もうつけていることを忘れちゃうぐらい iPhone にシンクロする一体感のあるケースですね。ケースの厚みは約 0.65mm、 重さは機種によっても違うんですけれども、だいたい 10g ちょっと。素材にはスーパー繊維とも言われるアラミド繊維、その中でも世界的に有名なデュポン社製のケブラー素材が使われています。鋼鉄よりも5倍強くて、それでいてガラス繊維よりも半分の軽さっていう、むちゃくちゃ高品質なモデル、高品質な素材が使われています。その優れたね特徴を持った素材を iPhone ケース用に精密にね加工されています。さらっとねした質感っていうのも個人的にはすごく好みで、手汗をかいてしまいがちな人もね全然快適に使えます。 iPhone に溶け込むようにフィットするねこのミニマルなフォルム、これはね非常に魅力的だと思いますね。ケースをつけて横幅が出てしまって、いわゆるケース太りをしてしまう、そんなことは全くないです。非常にタイトに作られているにもかかわらず、 iPhone を背面から置いた時にカメラレンズよりも縁高に設計されているので、レンズが直接触れることもありませんし、表側ディスプレイ側から置いたとしてもディスプレイがね先に接着してしまうっていうこともないんです。そういった日々のね生活のかゆいところに手が届きつつも極上にタイトでミニマルなケースを探しているっていう方はね、ぜひおすすめしたいですね。2022年 iPhone ケース年間おすすめランキング第4位です。第4位はゴーステックのノーティカルスリムです。もうこのケースは完全防水防塵設計の IP68 最高スペックに位置しているめちゃめちゃ保護力の高いモデルですね。キャンプだとかウィンタースポーツ、海水浴、川遊び、アウトドアレジャー、何でもこのケースをつけていけば安心です。装着方法は iPhone をこうタッパーで包むように上下からサンドイッチするんですね。それによってどこからも隙間がないような構造にすることによって水の侵入を防いでくれます。しかも防水ケースにもかかわらず、背面にはねマグセフリングがついているので、マグネット系のアイテムが付けられるのも魅力なんですね。例えば外でね使っていて充電切れそうだなっていう時にも、わざわざねこうケースを外してライトニングケーブルを装着する、そういったことも必要なくて、マグセーフ対応のモバイルバッテリーだったら上に乗せるだけで充電できる、そんなね便利な使い方ができます。レジャーシーズンに一つ持っておくとめちゃめちゃ便利なおすすめモデルですね。2022年 iPhone ケース年間おすすめランキング第3位。第3位はモノリスマグネティカです。フルカバータイプのガラスケースのもう最高峰とも言っても良い大人気の iPhone ケースです。使われている素材には iPhone のディスプレイ面にも使われている同じコーニング社製のゴリラガラス、最高品質のものが使われています。非常に透明度が高くて iPhone のディスプレイそのままであるかのように視認性が高くて、色彩表現も一切の曇りがありません。それでいて操作性、指の滑らかさもめちゃめちゃ滑らかだし、タップした時のレスポンスの高さも一級品です。そしてフレーム部分にはアルミニウムが採用されていて、このアルミニウムも質感がめちゃめちゃ高くて、非常にね高価なアルミニウムが使われています。そんなガラスとアルミを組み合わせたケースを上下から挟み込むことによって、 iPhone 360度どこからも隙間なく傷を防ぐことができます。そしてね背面側もガラスが使われているんですけれども、そこにもねちゃんとマグセーフリングがついているので、マグセーフ充電にも対応していますし、マグネット系のサードパーティー製のねマグネットでくっつくカードケースとかモバイルバッテリーとか、そういったものも使えるんです。ガラスとアルミフレームによるフルカバーの合わせ技一本、
高品質な、ね、素材にこだわり抜いた iPhone ケースだからこそ1万円ぐらいする、ね、高価なモデルではあるんですけれども、ぜひ、ね、このガラスとアルミの、ね、満足感の高さ味わってほしいですね。2022年 iPhone ケース年間おすすめランキング第2位はゴーステックアトミックスリムです。iPhone をとにかく、ね、大切に使いたい、落下から守りたい、そんな人に最強のタフケースと言ってもいいぐらいの丈夫さを持っています。アルミニウム合金のバンパーフレームに内側は TPU を使ったハイブリッドなモデルで、とにかくね、落下に対して強いんです。アルミニウム合金に関してはねじりに非常に強いものが使われていて、落下した時にもまずは形をね維持してくれる強靭さがあります。そしてその衝撃を優しく受け止めてくれるのが内側のインナー素材である TPU です。米軍の軍事規格であるミルスペックにも準拠しているどころか、その実に約7倍の高さからね落としたとしても iPhone に致命的な損傷を与えないというね屈強さが魅力です。さらにそれに加えて iPhone14 シリーズで使えるマグセーフ機能が使えるようにマグセーフリングにもね対応していますので、まあ、そのあたりも抜け目がないなというところですね。耐久性の高さ、そして利便性の高さ、その両者を併せ持った最強のタフケースと言ってもいいんじゃないでしょうか。2022年 iPhone ケース年間おすすめランキング堂々の1位はリンケースエアです。もうリンケースエアと聞くと、もう最強のガラスケースっていう形でね、もう非常に有名なんですけれども、やはりね、今回もぶっちぎりに売れていますし、僕が実際使った使用感も、やっぱりね、ちょっと他のケースとはレベルが違うなというところでしたね。バックカバータイプで背面と側面を守るような形状をしていて、この背面に使われているのがコーニング社製のゴリラガラス。もう超一級品が使われているんです。圧倒的な透明度によって iPhone のね、リンゴマークだとか、筐体のカラーとか、質感だとか、そういったものがね、目で見て楽しめるその視覚的な魅力と、側面部分にね、搭載されている TPU によって衝撃への強さっていうのも魅力なんです。四隅のコーナー部分にはちょっと盛り上がったようなバンパーが設計されていて、2メートルの落下試験にも耐えられるぐらいの衝撃の強さを持っています。さらにですね、TPU の側面に関してはずっと使っていると黄ばんでくると思うんですけれども、その黄ばみを抑えるような ADM 素材というものが使われています。長期間使用していてもなるべく透明度をね落とさない、黄ばみを抑える、そういったね効果が見込めますので、長い間使いたいというね方にもおすすめですね。でさらにですね、抗菌効果のある AG プラス銀イオンもね、その TPU の中に配合されていますので、こういったご時世なので清潔に使いたいという方にもおすすめしたいですね。別売りにはなるんですけれども、このリンケースエア専用のストラップ、着脱式のリンクというものも販売されていますので、そちらと合わせて使うとスマホショルダーみたいに使えますので、ちゃんとねそういったトレンドも抑えているというところも抜け目がないですね。ガラスケースの外観の美しさ、そして衝撃への強さ、そういった見た目と保護力、それをハイレベルに融合させた間違いなくトップクラスなケース、リンケースエア、ぜひ使ってみてください。はい、ということで2022年 iPhone ケース年間おすすめランキングを発表してきました。どれも高品質で、もうどれ使っても失敗がないと、自信を持って言えるモデルですので、この動画の概要欄に、全て商品ページのリンク入ってます。そちらから購入してみてください。ということで今年もですね、 iPhone ケースバンバンレビューしていきますので、この動画気に入ったよという方はチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。